はいどうも、フレットレス芸人、フシタスです。今回の動画はご覧いただいている皆さんからリクエストいただきました。ジャコのソロを解説してみようのコーナーでございます。ジャコのソロっていうのもいっぱいあって、どうやったらいいのかっていう感じなんですけども、今日はジャコがベースソロの時によくやってる、あれについて解説していこうと思います。あれというのは何なのかっていうと、これです。そうしようと思うと、どうしてもループステーションとかあるった方が便利じゃ便利です。僕はちなみにこのボスのこの RC30 を使ってます。なんですけど、これぐらいの短いループやったらズームの P3 についてるルーパーでも当然対応できます。フレーズなんですけど、全体的なコードとしては E7 スにちょっとナインスが乗ってる、まあ、E7 ス系ですね。この響きの中でループを作っていってます。で、フレーズ1個1個を弾いてみると、1個目が、こういうフレーズ。で、2個目が、で、3個目。で、4つ目が、まあ、こういう、ストンプ系。もしくは、ジャコンとかライブの中やったら、こんなんとかやったりとかしてますし。で、その上に、こういうフレーズを弾いてます。それぞれ1個ずつがどうなってるかっていうと、まず最初に弾いてるこのフレーズっていうが、これっていうのが音で言うと B と C シャープですね。これは E7 スに対して、まずこれが B っていうのが5度の音。で、この C シャープっていうのが6度ですね。6度っていうのがジャコよく使ってて、このまあ、スケールで言うと E7 スに対応してくるのが、E のミクソリディアンスケールが対応してくるんですけども、1、2、3、4、5、6、この C したらこの音、この2つをまず弾きます。で、それに対して次に弾いてるのがこの音、この音は F シャープと G シャープ。で、この G シャープっていうのは E7 に対しては3度目の音、こういうメジャー感がある音ですね。そしてその次にこの9度目の音、 F シャープの音は9度目なんですけど、これはまあちょっとこう上のテンション感乗っけてる音ですね。で、3つ目に重ねてるのがこのフレーズ。これは D の音はこれセブンスの音で、 E の音がルート。まあこれ非常にわかりやすい。もう一回整理すると、5度と6度、9度と3度、セブンスとルート、全部コードゾーンが入ってきます。で、これで、あとはこれ、まあパーカッションですね。そこにプラスして、こんな感じにベースライン弾きます。で、もう一回ここまで重ねてみますね。で、この上でどういう風なアイデアをやってるかっていう、まあ、例えばジャコっぽいフレーズでよくあるとするならば、ペンタトニックですね。ペンタトニックをね、ジャコの場合はね、すごくよく使うな。これはもう思いっきり E のマイナーペンタトニックを使っています。今のやつやったら最初はね E のマイナーペンタトニックで下って、次を E のメジャーペンタトニックで上がったりします。でいろんなアイデアを使ってやってる感じでした。で、どんどんジャコの香りがしてきます。で、その中によく使うのが、こ
ういうフレーズよく使います。このフレーズはジミヘンドリックスのサードストーンフロムザサンというフレーズですね。ここにザクは思いっきりレイのファズを乗っけて弾いたりします。まあ、ちょっと今ね手元にファズがないのでこのクリーントーンで弾いてみると、ここにファーズが乗ると完全にジャコです。で、こんなにいろいろやって、それを引きちぎって、いろいろなパターンをやって、最後にどんな感じで終わるかっていうと、踊りながらさっていって、で、その後スーッで戻りに来るようなことをやってるのがジャコのベースソロでよくあるやつです。まあライブアルバムでスラングとかいうタイトルでついてる場合が多いかな。これが実はあの中身です。というのを踏まえて少し短めにループを作ってやってみますので、ちょっと楽しんで聞いてみてください。こんな感じでお届けしました。意外とシンプルなアイデアの中に、まあ、ジャコっぽい要素がいっぱい詰まっておりますが、結構できるかなと思います。ぜひよかったらチャレンジしてみてください。というわけで、この動画はここでおしまいです。この動画面白かったで、ちょっとやってみようかなっていう気分だった方、ぜひ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございます。藤田でした。